外してる人。ああ嬉しいな。知らない方も多いと思いますので自己紹介したいと思います。17歳の高校2年生の橋本エリカです。エリキャンって呼んでください。よろしくお願いします。じゃあちょっと前までやってたエリキャンコール行ってみたいと思います。自分がせーのって言ったらエリキャンって言ってください。せーの、エリキャン。うーん、ちょっともうちょっと欲しいな。もう一回、せーの、エリキャン。ありがとうございます。じゃあ1曲目いきたいと思います。お願いします。ちょっとミスがあったみたいで。毎回やってるのが他にじゃあ食べてキスください。キョロキョロよそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番好きよ、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 星たちが輝く夜更け、夢見るのあなたのすべて、愛してもあなたは知らんふりで、今頃は誰かに夢中。ああ男の人っていくつも愛を持っているのね。ああ、あちこちにばらまいて私を迷わせるわ。想像しないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番。皆さん乗ってますか？こちら今日も乗ってますか？ああ男の人って何に好きな人が欲しい。しないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番、私がいつでも一番、あなたのすべてが好きよ、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 一番好きよ。ありがとうございました。1週間前のロックフェスに来てくれた人、次の曲もかぶってしまうんですけど、最後の曲はちょっと違うのでまた聴いてください。で来週の11月3日に西組祭りがあるので、そこにも出演しますので見に来てください。見に来てください。お待ちしてます。ちょっと今日の髪型ちょっと可愛いなと思う人、ありがとうございます。ありがとうございます。
今日はですね、いつもこんぐらいのツインテールなんですけど、今日はちょっと高く上げてみました。似合ってますかね。ありがとうございます。こちらの人も似合っていると思いますか。イエイ、ありがとうございます。ツインテールと言ったらもうセーラームーンが多いんですけど、セーラームーンもうちょ金髪じゃないんですけどそれではセーラームーンのオープニングかエンディングか分からないんですけど忘れて、まあちょっと聞いたら分かるっていう感じの曲なので聞いてください。ぐらいかな聞いたのは多分ちょっと古い曲のアニソンが好きなので、また何かを持ってこようと思います。それではちょっと置いといてちょっとツイッターを知ってる人、ちょっと広めていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとね自分の ID がちょっと特殊というか覚えにくいので、ちょっと飛んで見つけたらコメントをいただけたら嬉しいです。アメフルの方がもう全然もう放置状態なのでツイッターばっかやって、もうちょっとツイッターの返信がすごいちょっとすごくてでそれでもうツイッターだけです。基本ツイッターだけです。じゃあそれ
じゃだから見つけたらコメントをどしどしくださいお待ちしています。はい、はい、それから今年初めて東京行ったんです。東京行ったんです。それまあもう自分はアウターズスクール広島に通ってたんですけど、もうそこをもうやめて東京の音楽スクールに通ってます。そこでちょっと習った曲を歌いたいと思います。全然雰囲気が違うので全然雰囲気が違うのでちょっと違う気持ちで聴いてください。Bye.
ございました。ちょっとハプニングだらけでちょっとすいませんでしたが、すごく楽しかったです。午後の、午後2部2部かな、2部の方もしっかり見れると思うので、しっかり暴れてはしゃいでください。それではエリちゃんでした。ありがとうございました。